1回フォアボールで出塁します。西武先発は鈴木哲、2ストライク1ボールから走り39個目の盗塁を決めます。続く2回には同僚の佐々木に5つ差の40盗塁目、湯上台とのダブルスティールが決まり、ダイエー3対0とリードを広げます。先発タネンの好投も光ります。ホームラン争いをする秋山、そしてデストラーデも今日は不発に終わりました。試合はタネル池田のリレーで、ダイエーが4対2で勝ちました。